クルスクの戦況解説ですが、昨日お伝えした通り、グルシコバに架かるセーム川に架かる橋を破壊。残り1本もロシア軍を誘い出した後にハイマースで破壊するでしょう。この作戦は制圧区域の拡大とロシア軍の補給線を断つ作戦だと思われます。ウクライナ軍は先日鹵獲した2022年改修型 T-80BVM に続き T-90B を鹵獲しました。ウクライナ軍はスジャ制圧後、そこを起点に東部と南部に戦線拡大させているようです。一方、ロシア軍はクルスクの報復としてスムリで民間住宅街に砲撃しました。対応に国家緊急サービスが出動しました。ロシアは相変わらず国際法違反の民間人攻撃を止めるつもりはないけど、ロシアです。 TikTok 戦士として名高いアフマト部隊ですが、クルスク進軍前は国境付近で銃乱射パフォーマンスを披露していました。ウクライナ軍に出会ったら秒殺してやろうと思ったのに、あいつらうまいこと俺たちの部隊をすり抜けて侵入したと部隊長は言ってましたが、先日ナザレンコがお伝えした102人大量投降はアフマト部隊でした。しかも反対したロシア兵全員始末した上で投降したようです。さすがカディロフツです。後ろから撃つ時には壊るべき残虐性を発揮します。То есть ты еще, ебать, рассказываешь, что делать, да? Руки куда? Ох, нихуя! ここからはロシアの国民性の解説になります。先日アウディーウカでもブチャやイルピンで行われてきた強姦や虐殺をお伝えしましたが、アウディウカではロシア兵の死体で作られた柵があるとゼレンスキー大統領はドイツ放送局に語りました。以前から元ロシア兵が糾弾していたように、ロシアという国全体が命を軽く扱っているようです。すべてはロシア全体がナチだったというのが真相でした。ドネツクの様子を比べてみましょう。ロシアの侵攻前は幸せそうです。2014年のドネツクは一気にロシア化が進み、暴力的で排他的な貧しい地域になりました。マリウポリでは女性子供老人が混み合う劇場を爆撃したロシア。ウクライナは民間施設に被害を与えることなくスジャのロシア軍司令本部を壊滅させました。東部戦線でロシア軍第155旅団が斬首したウクライナ兵も生首を棒に刺して誇らしげにするビデオを公開しました。この第155海兵旅団というのはウラジオストクに配備されていました。この音声は、その時の部隊長が斬首して生首を棒に刺せという命令を傍受したものです。もしもロシアが日本に攻め込んできたら、この残虐な旅団が日本に上陸したことでしょう。ロシア兵がオークと呼ばれるユエンデス・ロード・オブ・ザ・リングのミナスティリス攻防戦を思い出してください。またロシア軍の残虐性は時に同胞にも矛先が向きます。自軍兵を拷問し、
戦闘で敵に降伏しないよう自害するように洗脳していたことが捕虜によって発覚しました。また、命の軽さは一般ロシア人も同様でした。ウクライナで捕虜になったロシア兵はロシアの家族と連絡することができます。この捕虜は自分の家族にビデオ通話したときに親にお前のことは知らないと言われ、必死になって自分を証明していました。おそらく息子の遺族年金を受け取った後だったので、息子が生きていると困るからお前を知らないと言っているようです。ウクライナ側が最も驚くのはロシアではあまりにも親子や夫婦の愛情が薄いことだ。そうです。Не, ну развиваться не надо, ютубчик этого не любит. Вот, вот. Ты мне покажи свою правую руку, покажи. Вот. Это не Рома. Это не Рома. Ну что ты делаешь? Почему ты меня не слушаешь? Да я, это я. クルスクでもロシア人の民度の低さが話題になりました。こちらはウクライナ兵が住民に声掛けした時の様子です。ウクライナ兵が失礼な態度をとってないかい？いいえ、そんなことないわ。食料や水は十分にある？店舗から略奪したから十分に確保できたわ。こちらはクルスクで治安維持のためにパトロールをしていたところ、現地住民に声掛けをしたウクライナ兵の様子です。近隣住民への略奪行為が発覚したので、その女性を捕らえました。Есть что сказать украинскому народу? Маловато. Выйдет. Ладно, давайте. Выжить вам.以前からナザレンコはロシアの狂気の面を紹介し続けていました。駐日ロシア大使館は以前からシベリア抑留や満州での蛮行を日本に向けて自画自賛していたのです。終戦後に民間人を背後から撃ち、凌辱や虐殺を SNS で公式に自慢し続けているのです。日本ではそんなロシアを国会で援護するような国政政党がいます。この国会答弁はロシアへの利敵行為に他なりません。ウクライナが負けるようなことがあれば、領土拡張主義を隠さないロシアは、国力回復後に日本に攻め込む可能性が極めて高いです。事実、ロシア下院副議長が北海道のすべての権利を有するのはロシアだと発言していました。ロシアに対する制裁と力強いウクライナに対する支援、これを行っていく、これを確認することが、まず現状においては重要であると考えています。今ですね、殺傷能力のある武器の輸出解禁という声も上がってます。武器供与をしていない日本だからこそできること、仲介外交ですよ。今力が発揮できると思うんです。この立場を解禁して放棄するのはもったいないと思うんですね。総理、解禁やめましょうね。我が国はこの憲法や国際法、国内法に従って、このさまざまな政策を進めていく平和国家としての歩み、これは変わらないということ、これをしっかり理解してもらいながら、我が国として国際社会におけるこの立場、貢献、しっかりと、果たしていかなければ。
ウクライナはロシアと治外建国以来戦争を仕掛けたことはありません。一方、ロシアは建国以来近隣諸国との紛争を常に繰り返してきました。ロシアは千年もの間暴力で支配するという価値観がまかり通ってきたのです。Нет, ты, нет, нет, война.